平小屋へ向けて、雲の平山頂かへ向けて、レッツゴー。今朝のスタートはまたガスの中です。時々晴れたりしますが、まあ何にも見えません。昨日は野口五郎小屋に泊まったんですけども、僕らの仲間に一人いびきがすごいのがいてですね、夜は何度もそのいびきで起きました。寝不足感がないと言ったら嘘になります。まあ体調は悪くないです。頑張ります。脇にコーチング車が入ってますね。素敵な登山道です。お、常念とかの方、正面に見えてるのは一番明るいところのあたりがつばくろなのかな。うち五郎岳に登ることを忘れそうになってて、小屋でもう十分。そう危ない危ない。まあ言ってみれば聖火なわけですよね、野口五郎さん。もう山頂見えてんじゃん。どっかにまだあるの、みんなが憧れていた。ついに来ました。いや、ついに来ましたね。野口五郎です。野口五郎だけです。いや、やったー。さっきまで忘れてたけど、ミスター野口五郎だけミスター、確かにミスター。あ、じゃあマウントだ。マウントです。来ましたね。いや、嬉しいですね。何年後でも来ました。やったぞー。イエーイ。これからあの真砂岳に向かいます。あの先に水晶岳が。なんか暗いぞ。あれが水晶だ。水晶だ。やりー、とんがってんねー。ねえ、裏側ね、高間の温度意外と平らなんだな、あそこは。その手前がどえらいことになってる。あそこの下にある池は五郎池って言うんだ。また五郎、うん、山野口五郎の下にある池だから五郎池なんだ。あれ、マサゴ岳ってまだ過ぎてないよね。はいはい。ねえ萩田、そこは湯俣への分岐みたい。すっと通り過ぎちゃったけど。ああ、竹村新道っていうのか。あれってことはやっぱマサゴ岳通り過ぎてんじゃん。マサゴ岳そこだったんだよ。まあピークは通ってないんだよ結局バリバリ充電してるぜ。槍を見ながら行くわけだ。いいね。槍が
芝だけが見えてて、その向こうには水晶。元気です、最高です。この稜線もまた雰囲気いいね。お花畑に囲まれながら、ああ的なやつだね。多分違う。昨日さ、うん、出発前だよ。うん。いやいや、昔は普通だけど、来てから誰とも声を出してないから、多分しゃべってくる。なるほどね。崖っぷち。吸い込まれちゃいそう。ガスが上がってきたね。奥に見えてるやつ、はいはいはい、なだらかなやつね。そうかもね。ゴーゴー、ルートのど真ん中。ジャングルジムやね。眺め最高。わあ、本当。おお。大パノラマだね。ですね、おそらく。あ、かっこいいね。ちょっとミニ剣みたいな感じ。設計がいっぱい残ってて。じゃあ行くかい。後ろで水晶、水晶つぶやいてる人がいる。水晶、水晶、水晶、水晶。
ね。いいね。落下日光浴びると暑い。あら、素敵なお花畑ね。有田君はお花畑の写真を撮っております。水晶小屋が近くに見えてきた。もう一頑張りだな。ロープが渡してるあるとこが出てきましたね。ロープです。起きてるんでしょうか。あー、ここか。日本トレッキング100で滑落してたところ、この辺か。確かに切れ落ちていて、そしたら一気に落ちちゃいますね。道幅もちょっと狭くて、危険っちゃ危険ですけど、まあ別に踏み幅もちゃんとあるし、慎重に歩いてれば大丈夫なんですね。こういうところで踏み外すんですかね。もう一度その辺気をつけてね。滑落した人いるから。さあ、でも水晶小屋はこの辺のはず。綺麗に見えてる。うわ、すっごい花咲いてるね。ガーデニングしたみたいになってるね。すごい綺麗なとこだね、ここね。疲労投資がバンバン起こっていたところなんて想像がつかないんですけど。なんかやっぱミニ剣みたいだよ。ああ、おお、はしごだ、はしごだ。
屋さんいたね。宿で一緒だね。ジャック抜かしてる。確かに。あの山なんだろうって、あっち側の、あれ、あ、薬師なんだ。これが薬師なんだ。雲の平の向こう側のなだらかなの。あ、黒部、北、黒部ゴロがあれだ。へえ。とも言えず。オーダーするときに越冬ネクターくださいって言われます。
日です。沢に降りて水浴びしたいね。春夏の背丈がやや高いですね。そんなに雪に潰されないのかな。やっぱ風がないね。すごい暑い。開けたとこに行く。気持ちいい。そこのハイマツの間すっげー暑いのね。風1ミリもなし。すくすし。あー気持ちいい。最高。あー来た来た来た。ああ天然クーラーだね。そこに設計があって、あそこになんか赤い小屋見えてんね。あれがあそこいい場所だね。なるほどね。あれを多分こう反対側からの崖から、うん、ドローンで撮った映像を俺は見た。みたいな情熱サイドみたいな。向こうからこうビューって上がってここ痛いと思ってできた。日本最後の秘境雲の平。今回一番行きたかったとこですね。こっちが結構距離がある見た目より本当はね、ぐるーっ降りて上がってます。なんかついた気分になっちゃってた。木道になりました。沢がちょろちょろ。キャンプ場を通り抜けると残像は直線の現在中東の山荘キャンプ場回路をご利用ください。つまりこっち結局はこういって宮城とかそうだな。重曹を思い出しますよね。こんな立派な木道は一切なかったけどさっきあのハイマツの根っこの上を歩いた時、あこれが延々続いたんだよなって思い出した、まあ本当怖かったな。イエーイ。こちらスイステイになります。それは伊藤翔一さんに聞いてください。いやこの芝の感じがスイスなんだよ。ほんと盆栽感があるんだな、このハイマツ。うん、枝っぷりいいじゃん、なんかこう岩と。あー、いいとこだな、天場。なかなか平らな場所があんまなさそうだ。
うわ、気持ちいい。うわあ、もうあだめで。いかがですか。しびれます。あ、これなんて言うんだっけ。